信号渡って右折。おるおる。アンパンいます。おる。大きいの。アンパンや。カメもかわいい。かわいい。わなに、ここなんか見るん？だってなんか始まるっぽいやん。抜けたじゃない？バイキンマン。バイキンマンもある、ほら。ああ。できた。
アイコンも洗いまーす。ジャブジャブ。ありがとう。こんなんですよな。火つくよ。炒めて。もらえますか。ありがとう。メロン、ブドウ、レモン、みかん、いちご。おしまい。
ママトイレ行ってきてもねえか。じゃあパパと遊んどって。行く。Don't you?
揺れるね。いやもういいパズルはええて。あーすぐできるんや。30ピースしか。いやめっちゃでかいよね。ハンバーガー屋さん。
かわいい。なにこれ、かわいい。何これ、プレミアムバースデープランやん。ケーキ作れるんやん。ユーの T シャツ売ってるよ、一生。はい。
はい、では横浜アンパンマンミュージアムでの購入品を紹介していきます。まずこちら、じゃん、これがね、横浜限定アンパンマンシューマイ味スナック、じゃん、かわいい。このね、横浜はこのなんかみんなが集まってるデザインがすごい多くて、これがねかわいい。じゃん、出ました。また買っちゃった、マスキングテープ。これも横浜限定です。かわいい。今回はもうね、横浜限定のしか買ってないんですよ。別に他のやつやったら神戸も買えるしと思って、横浜限定のやつだけ買いました。それからこれも横浜限定のステッカー。このやっぱ横浜のアンパンマンミュージアムのこの色合いがやっぱ可愛くて、ステッカーまた買っちゃいましたね。どうしてもね、ステッカー買いがち。やっぱ値段が安いからね、ステッカーすぐ買っちゃうんですよ。記念になんか買いたいってなって、別に貼るとこもないねんけど、記念として買おうってなった時にやっぱステッカーが手に取りやすいんですよね。それから、じゃん、メモ。もうかわいい。やっぱこのデザインがとにかく私は好きなんですよ。みんな集合の。これもかわいいですよね。これも横浜限定のメモ。これ2種類中あります。それから、また同じデザインのこの横浜のボールペン。はい。このね、メモとかボールペンとかこの辺もお値段安いんで、結構ね、手軽に買えたっていうか、ボールペンとかメモとかなんぼあってもいいからね、ほんま。これめっちゃ可愛いよ、このデザイン。ほんま可愛いです、これ。で、これがね、セットになってるこういうやつがあったので、メモとこのペン、ボールペンのセットになってるやつ。これをね、ちょっと、お友達のお土産にしました。可愛い。それから、
中のあのミュージアムに入った人しか買えないミュージアムショップ限定のやつなんですけど、こちらもじゃん、これねバスタオルなんですよ。これめっちゃ可愛くて、開けようか。このデザインがとにかく可愛い。じゃーん、めっちゃ可愛くない？このデザインめっちゃ可愛いんやけど、これ可愛すぎ。これはあの保育園のお昼寝がね、夏場は布団じゃなくてあのバスタオルで使ってるので、これはね保育園用にしようかなと思って買いました。めっちゃ可愛い。てかまあ私がただただこれ欲しかったんやけど、なんかもったいないから使うの。お昼寝布団やったら1週間に1回しか基本は洗濯しないんで、そこまで色あせへんかなっていうので、はい、これをお昼寝布団として持って行ってもらいたいと思います。それから同じそのミュージアムショップ中でしか買えないやつなんですけど、見て袋も可愛いよ。これね、ミュージアムショップのやつで、じゃあまたステッカー買っちゃいました。めっちゃ可愛い。これあの横浜のアンパンマンミュージアムの入り口に立ってる巨大なアンパンマンのあのステッカーですね。これも可愛い。これも横浜のミュージアムのその中限定で買えるステッカーになってます。あとは娘がやりたいって言って、ほらガチャガチャね、これ1000円もするんですけど、このガチャガチャをしてこのアンパンマンが当たりました。アンパンマンね、はい、今回はこれぐらいですね、購入品は。でもいつもより買ったかもしらん、もしかしたら。でもとりあえず今回は横浜限定のものしか買っておりません。あとパン買っただけね。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。